オリックスはやっぱ一勝のアドバンテージ、先発はオリックスがやっぱ安定感があるというか、心の中でやっぱねソフトバンクが閉じたと思うけど、でもねやっぱ現実を見ると結構きついなっていう、さらにヤクルトは強いなって、交流戦でソフトバンク戦かな、まあ、解説言ってましたけど、はいはい、強いなって、ヤクルト強いなと思いましたもん。